皆さんこんにちは、アリちゃんです。今回の動画はいろんなアイブロウアイテムを徹底比較していきたいと思います。アイブロウっていくつか種類がありまして、アイブロウペンシル、アイブロウパウダー、アイブロウリキッド、大きく分けるとこの3つのカテゴリーに分けられるかなと思います。でこれがですね、それぞれまあ特徴あったりとか仕上がり方っていうのも全然違うので、結構ね、眉毛って特にメイクの中でもお悩みをね抱えてる人多いと思うんですけど、この悩みに関してはこのアイブロウタイプがおすすめだよっていうのを分析していきたいなと思います。もしよろしければぜひぜひ最後までご覧いただけると幸いです。それでは動画の方をスタート。はい、ではね、まずはじめに今回ね分析するアイブロウの方をご紹介していきます。まず1個目、アイブロウペンシル。1つ目がセザンヌの超細芯アイブロウ3番ナチュラルブラウン。2つ目がサナエクセルのパウダー&ペンシルアイブロウ EX。 そしてお次はアイブロウパウダー。アイブロウパウダーはこちらケイトのデザイニングアイブロウ 3DEX の4番。そして最後アイブロウリキッド。アイブロウリキッドはケイパレットのラスティング2ウェイアイブロウリキッドウォータープルーフの2番。はい、では今からこの4つを調べていきたいと思います。ではまず1つ目、アイブロウペンシルから調べていきます。アイブロウペンシルの特徴としては、一番色がしっかりつく、パウダーとかねリキッドよりも一番ね色がしっかりと発色するっていうのがこのアイブロウペンシルの特徴かなと思います。2つ目としては、パウダーとかリキッドよりも細かいところにすごく描きやすいです。はい、なのでね、眉毛がもともとね薄めの人だったりとか、もうほんとねこの部分のみに描き出したいんだよなみたいな時にね使用するのがおすすめのアイテムかなと思います。はい、ではまずはじめにセザンヌの方の商品ですね。こちらの商品は名前の通りも芯がすっごく細いです。で出してみるとね、こんな感じです。細さはねこれ 0.9mm らしくって、もう本当に細いので、ちょっとね力を強く入れて描くと折れてしまいます。なので使う時はね 1mm 以上は出さずに、ほんと優しいタッチで使うことが必須かなと思います。こちらの商品ねウォータープルーフらしいので、しっかりと汗水とかにもね強いっていうのもポイントです。はい、では実際にアイブロウを描いていきます。仕上がりはこんな感じです。そうですね、このセザンヌの商品はやっぱね細さとアイブロウペンシルの発色の良さっていうところを活かして、本物の毛がね一本一本生えてるかのような仕上がりにできるのがこの商品の特徴かなと思いました。まあ、ただね本当に細かく細かく描いていくことになるので、ちょっと忙しい朝とかにはまあ少し不向きかなとも思いました。逆に丁寧にね一本一本毛を描いていきたい人だったりとか、細かいところにだけ毛を描き足したい、またはとにかくしっかりと眉毛を描き足したい、そんな人におすすめの商品かなと思いました。はい、ではお次はこちらエクセルです。こちらの商品はですね、2016年にアットコスメのベストコスメアワードで殿堂入りをした商品ですね。まあでもこれ結構ね有名な商品なので、扱ったことあるよとか持ってるよって人かなり多いんじゃないかなとは思います。こっちのアイテムはですね、出してみるとこんな感じで形がね楕円形になってるんですね。なのでこう描けば広く描けるし、こう描けば細く描けるっていう特徴があります。反対側がパウダーになっていて、まあ、こちら側がペンシル、そしてここにはねブラシもついてるんですね。まあ、なのでこれ1個でねブラシ、パウダー、ペンシルとね使える幅はすごく広いんですけど、まあ、今回はペンシルのみを使っていきます。実際に手に出すとこんな感じです。ちょっと明るめの色味使ってるから分かりにくいかな。こっちがねさっき出したセザンヌで、こっちが今出したエクセルです。では実際に描いていきます。仕上がりこんな感じです。まあ、このアイテムは1回で描ける量もしっかりしてるので、自眉が厚めの方とかにはすごく相性がいい商品です。私みたいな自眉がしっかりしている人は、まあ、本当はね全体に描くのではなくって、まあ、眉尻だけとかしっかりとね描き足したいところのみに部分使いするとより相性はいいかなと思います。はい、ではお次アイブロウパウダー入っていきます。アイブロウパウダーの特徴としては、やっぱりねなんといってもふんわりとした仕上がり感だと思います。なのでおすすめのタイプな人としては、もともと結構自眉がしっかりと生えていますよっていう方だったりとか、あとははっきりとかくっきりした眉毛よりも柔らかいふんわりとした眉毛が好きな方、そういう方にはアイブロウパウダーの方がおすすめです。あとは眉尻じゃなくて眉頭みたいなふんわりと淡い色をのせたいなっていう部分とかにもアイブロウパウダーの使用は相性いいかなと思います。はい、でね今回紹介するのがこのケイトのアイブロウパウダーなんですけれども、まあ、この商品もねめちゃめちゃ有名なので、まあ、知ってるよ見たことあるよ使って
ったことあるよって方もね、かなり多いとは思うんですけど、まあ、やっぱアイブロウパウダーといえば代表的なのはこの商品かなと思ったので、ちょっと今回はこちらの商品と紹介していきたいなと思います。ご存知の方も多いと思うんですけど、こちらのアイシャドウね、3色のグラデーションになっています。で、一番濃い部分を眉尻に、で、一番明るい部分を眉頭に使うことが推奨されています。それぞれ出してみるとね、こんな感じです。まあ、パウダーなので、まあ、どれもね結構ふんわりとはしているんですけれども、やっぱり濃い色の方がしっかりとして見えますね。で、この一番ね淡い色とかはシェーディングとかにも使用される方がすごく多いです。では実際に描いていきます。はい、仕上がりこんな感じです。浮きすぎずナチュラルなふわっとした眉毛を作ることができます。このケイトの商品は1個でねグラデーションも作ることができるので、よりナチュラルな仕上がりを好む方にもおすすめです。それでは最後はリキッドアイブロウです。リキッドアイブロウの特徴としては、形はもうまるでアイライナーのような形をしています。描き心地がでもすごくスルスルと描けるのが特徴の一つかなと思います。で、リキッドアイブロウに関してはアイブロウペンシル同様、すごくね細かいところとかにも描きやすいので、それこそまばら眉さんだったりとか、あとはもともとちょっとベースの自眉の形が少しいびつで、ちょっとアイブロウをうまく描きにくいなっていう方とかにはすごくおすすめの商品です。眉毛を一本一本ね足していくように描いてっていう形でも大丈夫ですし、あとはリキッドで形を先に取ってしまって、形を取った後に間をパウダーとかで埋めていく、そういったやり方で使用するのもおすすめです。またペンシルとかパウダーよりもね落ちにくい傾向があるので、まあ、すぐアイブロウが落ちてきてしまって悩んでるって方にはリキッドタイプがおすすめです。はい、で今回紹介するこの K パレットの商品なんですけれども、こちらはねウォータープルーフタイプなので、より落ちにくい商品かなと思います。開けてみるとこんな形をしています。実際に出してみると、一度塗りだとこのような色味、重ね塗りをするとこのぐらいまで色が濃くなります。では実際に描いていきます。仕上がりはこんな感じです。まばらだった部分もしっかりと整えることができました。はい、以上でそれぞれのタイプ別のアイブロウの紹介終了になります。いかがだったでしょうか。少しでも皆様のアイブロウアイテムの商品選びに役に立てたら幸いです。もしこの動画が少しでも参考になった方は、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。